ユーロ紙幣。ユーロ紙幣とは、ユーロ券などで使用されている、通貨ユーロの紙幣。ユーロ紙幣は2002年から流通され、発見は欧州中央銀行が担っており、各紙幣には、欧州中央銀行総裁の署名が印刷されている。ユーロ紙幣には5ユーロから500ユーロまでがあり、発見はユーロ券の各国で行われているが、ユーロ効果と違って、デザインは、 ユーロ圏で統一されている。ユーロ紙幣には7つの金種があり、それぞれ異なる色と大きさになっている。各金種のデザインは時代ごとのヨーロッパの建築物という共通の主題を持っている。紙幣表面は窓や門が描かれているのに対して、裏面は橋が描かれている。紙幣に描かれた建築物はそれぞれの美術様式の特徴を表現しているが、 これらは実在する建築物ではない。すべての紙幣に共通して印刷されているのは、欧州バタ、5種類の欧州中央銀行の略称、ブス、ECB、イスブ、E クップ、リメンのヨーロッパの地図、ユーロのラテン文字表記、エウロとギリシア文字表記、現任の欧州中央銀行総裁の署名である。また欧州バタに描かれている12個の星の円管も描かれている。 ユーロ紙幣のデザインは1996年2月12日から開始された欧州通貨機構の理事会による選考で集められた44の図案から選ばれたものである。選ばれた図案はオーストリア国立銀行のロベルト・カリーナが作成したもので1996年12月3日に採用が決定された。ユーロ紙幣に使われている紙は純面繊維で 独特の手触りを持つほか、耐久性に優れている。紙幣に描かれている地図にはユーロを導入している。加盟国の海外領土、アゾレス諸島、フランス領ギアナ、グアドループ、マデーラ諸島、マルティニーク、レユニオン、カナリア諸島が描かれている。その一方でキプロスとマルタは2004年にユーロを導入しているにもかかわらず、紙幣の地図に描かれていない。これは地図に描かれるには、 実際の面積が少なくとも 400km は必要であり、マルタはそれよりも小さい 316km ために描けないのである。上記の紙幣画像のうち200ユーロ紙幣表面に記載されている署名はウィムド・イセンベルクのものであるが、それ以外の紙幣に記載されている署名はジャンクロード・トリシェのものである。ユーロ紙幣に描かれているすべての建造物は、 欧州連合域内の名所旧跡を連想させるように描かれており、ヨーロッパ中にある無数の歴史的な橋や門に普遍的な要素を合成した各時代の建築様式を表現した架空のものである。例えば5ユーロ紙幣は古典古代を表現したもので、10ユーロ紙幣はロマネスク、20ユーロ紙幣はゴシク、50ユーロ紙幣はルネッサンス、100ユーロ紙幣は バロックとロココ、200ユーロ紙幣は、アール・ヌーボー、鉄とガラスの時代、500ユーロ紙幣は、近代の様式を表現している。ところが、オランダ銀行による調査では、5ユーロ紙幣の主題が、分かったのは2%、50ユーロ紙幣に至っては1%しか、分からなかったという結果が出されている。ユーロ紙幣には特定の建築物の特徴を描いては、ならないということになっていたが、 ロベルト・カリーナによる原案では、ベネツヤのリアルト橋やパリのルイー橋といった、実際の橋を描いたのとなっていたため、後に、一般的な建築様式の特徴に改められた。ところが、決定校では試作のデザインに極めて似たものとなった、ため、完全に一般的な表現とは言えないものとなっている。ユーロ紙幣には、視覚障害者団体と協力して取り入れた工夫がある。 これらは紙幣そのものは見えるが印刷内容が読み取れないような視覚障害者や全盲者のためのものである。ユーロ紙幣は額面と共にその寸法も大きくなっており、視覚障害者や全盲者が禁止を判別できるようになっている。また、紙幣の基調色も禁止の順番で暖色と感色が交互になっており、色を判別できる人に対して近い二つの額面を 混同させにくくしている。さらに、額面部分の印刷には、黄斑印刷が施されており、指先の触覚だけで金種を判別できるようにしている。5、10、20ユーロの低額紙幣には、表面右側に、ホログラムの入った帯状の金属箔が、高額紙幣には、ホログラムの入った、四角の金属箔が付けられている。200ユーロ紙幣と500ユーロ紙幣の円には、 直地できる模様があり、200ユーロ紙幣には、株中央から右の角にかけて、縦の線が、500ユーロ紙幣には右端に、斜めの線が走っている。ユーロに移行する以前の通貨の紙幣にも、視覚障害者のための工夫がなされていたが、ユーロの導入にあたっては、視覚障害者の団体に意見を求めている。欧州中央銀行は、ユーロ紙幣の安全対策の中でも、 基本的なものの一部を明らかにしており、一般の人が見た目でユーロ紙幣の侵害を判断できるようにしている。その一方で安全性の観点から安全対策の全般は極秘となっている。公式に明らかにされているもの、また一般の人が独自に見つけたものを数えると、ユーロ紙幣には少なくとも13の安全対策が施されている。5、10、20ユーロ紙幣には 表面右側にホログラムの入った帯状の金属箔が貼り付けられている。この金属箔には紙幣の額面が浮かび上がるようになっている。他方で50ユーロ以上の額面の紙幣には大状のものではなく四角形のようなシールが貼り付けられている。定額紙幣には右隅に50ユーロ以上の額面の紙幣には里面に光学的変化インクが使われている。 角度を変えてみると紫から緑に変色するようになっている。紙幣には一枚ずつに基番号が記されている。この基番号の末尾の数字は1から9で表される検査数字であり、基番号は次の規則を満たすものとなっている。先頭の文字をアルファベットの順番の数字、L は12、M は13、Z は26に置き換え、 全ての数字の和を9で割った時の余りが8となるようにされている。なおある数を9で割った時の余りを容易に確認するには、その数の各桁の数の和を求め、その和が2桁以上であれば和が1桁になるまで書く、桁の数を足す計算を繰り返し、和が1桁になればその数が求める余りとなる。例として、紙幣の基板号が、 Z107 億847万6264であれば、まずは Z を26と考えた上で、残りの番号の数を足していけばよい。つまり、261070847、6264イコール71、71イコール8となり、規則を満たすものとなっている。基番号の先頭の文字を別の法則で置き換えると、異なる余りが得られることになる。 例えば先頭の文字を、アスキーの重心数の数値とすれば、基番号の数の和を9で割れると、余りは0となる。別の例として、紙幣の基番号が、Z107 億847万6264であれば、アスキーコードで、Z に割り当てられている重心数は90であるから、基番号は9兆107億847万6264に置き換えられる。 この番号の各桁の数の和は9010-708476264イコール54で54イコール9となるためこの基番号は9で割り切れ余りは0となる。ユーロ紙幣にはユーリオンと呼ばれる紙幣の複製防止のために用いられる模様が入れられている。コピー機や画像処理ソフトウェアの中にはユーリオンが含まれている画像の複写や使用 受け付内け容に設定されているものがある。各禁酒には、それぞれで、スかしが入れられている。このスかしは紙幣を光にかざすと浮かび上がるようになっている。有料のように、デジマーク社の電子スかしが、紙幣に埋め込まれている。Adobe Photoshop やカレル、Paint Shop Pro などの画像編集ソフトウェアは、紙幣の加工を受け付けないようになっている。紙幣に、 赤外線を照射すると、金種によって異なるが、黒っぽくなる部分がある。また、紫外線光を照射するとよりはっきりというリオンの模様が見え、蛍光糸が浮かび上がる。表面左上隅の紙幣額面と、裏面右上隅の紙幣額面は、光を透かして、紙幣を見ると、額面が完全に表示されるようになる、レジストレーションが施されている。 神剣は表裏でずれることなく学面が表示されるようになっているが、偽紙幣など正確に印刷されていないものは数字がずれて表示される。ユーロ紙幣には他の部分と違う質感を持つ部分がある。ブス ECB にそぶと印刷されている部分は隆起しているように感じられる。ユーロ紙幣を光に向けてかざすと、透かしの右のあたりに金属のような複数の線が見える。 この線の数と幅で紙幣の禁止がわかるようになっている。この部分はマンチェスター符号としてスキャンされる。裏面から見て濃いバーを1、薄いバーを0とする。紙幣を光源の反対側に置くと中央部分の黒く時期を帯びた筋が見える。この筋には紙幣の額面と絵裏の文字が記されている。紙幣の一部には磁気インクで印刷された箇所がある。 例えば20ユーロ紙幣に描かれている境界の一番右側の窓とその髪型にある大きな例の文字は磁気を帯びている。表面下方にある線、例えば10ユーロ紙幣のの右側にあるものは非常に小さい文字でウロと印刷されている。縦の帯状の部分に45度の角度で光を当てるとユーロ記号と額面が浮かび上がるようになっている。この加工は5、10。 20ユーロのみに施されている。2002年の流通開始からユーロ紙幣硬貨の偽造は急速に増加している。2003年には55万1287枚の偽造紙幣が2万6191枚の偽造硬貨が回収されている。2004年。 フランスの警察は2カ所の工場から10ユーロと20ユーロのおよそ180万ユーロに相当する偽造紙幣を欧州手よりこの工場で製造された偽造紙幣14万5千枚が市柱に出回っているものとみられている。2008年7月、欧州中央銀行は偽ユーロ紙幣の枚数は増え続けており、2008年上半期に押収された。 偽造紙幣の枚数は前期比で15%以上も増加したと発表した。このうち50ユーロと20ユーロの偽造紙幣が多くを占めており、また精度の高い200ユーロや500ユーロの偽造紙幣も作られているとも述べている。効果とは異なり、ユーロ紙幣はその紙幣を発見した国が独自にデザインを定めているものではない。その代わり、 紙幣の基番号の先頭の文字で発見された国が分かるようになっている。基番号の先頭の文字はその紙幣を発見した国を示すものである。その後に続く十三桁の数字は常実のチェックサムとなっており、各桁の数を足していき、その和が二桁以上であれば最後各桁の数の和を求め、一桁になったその数によっても発見した国が分かるようになっている。 チェックサムの規則のため基番号は連続したものとなっておらず、旧ずつ増加したものとなっている。基番号の先頭に使われる文字でも、W、K、J は現在ユーロを導入していない欧州連合加盟国が将来使用するために残されている。また、R はユーロを導入していても発見を行っていない国に割り当てられている。 基番号の先頭の文字は Z から順に、それぞれの国の公用語で表記した国名のアルファベット順で決められている。アルファベット以外の11桁の基番号のチェックサム。ルクセンブルクはユーロ紙幣の印刷を行ったことがなく、基番号の先頭の文字がとなっている。ユーロ紙幣は流通していない。ユーロ圏が拡大した2007年1月からは、スロベニアにも、 基番号の先頭の文字が割り当てられたが、導入された当初、スロベニアは、他の国で印刷されたユーロ紙幣が流通された。そのため、スロベニアではなく、フランスで2008年4月以前に印刷された、基番号の先頭の文字が、のユーロ紙幣が流通している。キプロスとマルタは2009年に初めてユーロ紙幣、20ユーロ、を印刷した。基号の先頭の文字は、 ユーロ紙幣の流通開始の時点におけるすべての欧州、連合加盟国にはり振られており、上記のような順番でまでが決められたが、それ以降に欧州連合に加盟した国にはり振られる文字は、ユーロを導入した順番に指定されていくことになる。同時に2カ国以上がユーロを導入した時には、常日の順番で文字が指定される。つまり、その国の名称を公用語で表記した際に、 その先頭のアルファベットの順番で、基番号の先頭の文字を決めることになる。2007年にユーロを導入したスロベニアには、の一つ前のアルファベットである、が割り当てられた。2008年にユーロを導入したキプロスとマルタについては、国名の公用語表記の先頭が K であるキプロスが、お、であるマルタが、を割り当てられた。さらに、2009年にユーロを導入したスロバキアには、 が指定されている。2002年に発見されたユーロ紙幣には、ウィムドイセンベルクの署名が入っており、この紙幣は、全7禁種が、フィンランド銀行、ポルトガル銀行、オーストリア国立銀行、オランダ銀行、イタリア銀行、アイルランド中央銀行、フランス銀行、スペイン銀行、ドイツ連邦銀行、ギリシャ銀行、ベルギー国立銀行の 各中央銀行によって発見された。ただし、ポルトガル銀行は200ユーロ紙幣と500ユーロ紙幣を、アイルランド中央銀行は200ユーロ紙幣をそれぞれ発見しなかった。このためドイセンベルクの署名が印刷されたユーロ紙幣の発見国と禁止の組み合わせは74通り存在することになる。2002年のユーロ紙幣の流通が開始された後、 ユーロ圏各国の中央銀行は一部の禁止のみを発見していくようになった。例えば50ユーロ紙幣の発見はユーロ圏のすべての中央銀行のうち4行のみが担っている。このような分散して発見する体制によって各中央銀行は発見に先立って別の国で発見された禁止と交換しなければならず、また時には複数の印刷所から 自らが発見した無さを調達することもある。これはつまり、一部の発見国、署名の組み合わせのユーロ紙幣が、他の組み合わせと比べて、貴重になっているとのである。特にドイセンベルクの署名が印刷された、フィンランド発見の200ユーロ紙幣、ポルトガル発見の100ユーロ紙幣、アイルランド発見の100ユーロ紙幣と500ユーロ紙幣。 ギリシャ発見の200ユーロ紙幣と500ユーロ紙幣は数が少ない。また2003年以降に発見されたジャンイコールクロード・トリシェの署名が印刷されたユーロ紙幣は必ずしも全ての禁酒が全ての有権の国で見かけることができるものではない。2007年末の時点でトリシェの署名が印刷されたユーロ紙幣の発見国と禁酒の組み合わせは77通りがあり得るはずだが 実際には30通りしか確認されていなかった。また2008年にはスロベニア銀行が発見した基番号の先頭の文字が H となっている紙幣が流通されるようになり、発見国、禁止の組み合わせは増えていくことになる。7種のそれぞれの額面の紙幣には印刷情報が特定できるような6文字の小さな印刷コードが記載されている。この印刷コードは 先頭は、アルファベット、続いて3桁の数字、アルファベット1文字、1桁の数字で構成されている、例、G013B6。先頭の文字は印刷書を示している。例えば、は、オランダのヨハン・エンシェイデのコードである。続く3桁の数字は、紙幣の印刷版の番数を示している。例の、は、 その印刷所で作成された十三番目の印刷版で印刷したということを示す。五桁目にあるアルファベットと六桁目の数字はそれぞれ印刷版の縦と横の位置を示しており、は、縦の二段目、横の六列目を表している。紙幣は複数のものが繋がったシートの形で印刷されるが、印刷所によってシートの大きさが異なっている。これは、 額面が高くなるにつれて紙幣が大きくなるためで、同じ大きさのシートであれば作成される紙幣の枚数は少なくなる。例えばドイツの2つの印刷所では1枚のシートで5ユーロ紙幣を60枚、縦10段、横6列印刷するが、10ユーロ紙幣であれば54枚、縦9段、横6列、20ユーロ紙幣であれば45枚、縦9段、横5列が印刷される。 印刷書コードは国別コードと一致させる必要はなく、ある国が発見した紙幣が別の国で印刷されるということがある。紙幣を印刷する工場には国有のものの他に民間のものがあり、それらの工場はユーロ以前にはそれぞれの旧通貨を印刷していた。紙幣を発見する国にはそれぞれ一箇所ずつ国有のあるいは国有だった印刷所があるが、ドイツについては 旧東ドイツと旧西ドイツのそれぞれの印刷所があり、これらは両方ともが現在はユーロ紙幣を印刷している。また、フランスも民間のフランソワシャルル・オーベルテュールとフランス銀行印刷所の2箇所がある。現在はユーロを印刷していないものの、イギリスも民間のデラルーとイングランド銀行スリー書の2箇所がある。ユーロ紙幣には、 欧州中央銀行総裁の署名が印刷されている。2003年11月以降に印刷された紙幣にはジャンクロード・トリシェの署名が入っており、それ以前の紙幣にはウィムドイセンベルクのものが印刷されている。2002年以降のユーロ紙幣は欧州連合加盟国が27にまで増えたということがデザインに反映されていない。例えば、紙幣に描かれている地図は、 東側が切れているため、キプロスが含まれていなかったり、また縮尺のために、マルタが描かれていなかったりしている。欧州中央銀行では7年から8年ごとに紙幣を再設計することになっており、従来のものに代わる新しいデザインの準備が進められている。新紙幣には新しい製造技術と偽造防止技術が採用されることになっているが、デザインについては従来と同じもの。 同じ式帳が用いられることになっている。それでも、新しい版の紙幣は見た目にも変化が明らかなものとなる予定である。また、欧州中央銀行の略称表記も従来のものに、キリル文字、ハンガリー語、イークブ、マルタ語、ブス、ポーランド語、イービシによるものが加えられる。さらに、ユーロの表記についても、キリル文字の王のみが加えられる。ユーロ圏各国では、 ユーロの表記について様々なものがあり得るが、欧州中央銀行の方針では、ラテン文字を使う国についてはすべてユーロで統一することとしている。新しい版の紙幣は、当初2011年1月に発見されることになっていた。しかし、実際にはスケジュールが遅れており、2013年5月から5ユーロ紙幣を、皮切りに、順次新紙幣に切り替えられることにな。 新紙幣には、マリオ・ドラギゲン・欧州中央銀行総裁のサインが入る。イタリア、ギリシャ、オーストリアとスロベニアでは、定額のユーロ紙幣の導入が求められてきた。欧州中央銀行は、1ユーロ紙幣1枚あたりの印刷費用は1ユーロ硬貨1枚あたりの鋳造費用よりも高、また耐久性が低いとしている。また、2004年11月18日には、 極めて低い額面の紙幣は、ユーロ圏全体での需要が少ないとも判断した。ところが、2005年10月25日、欧州議会において、半数以上の議員が、欧州委員会と欧州中央銀行に対して1ユーロ紙幣と2ユーロ紙幣の導入の明確な必要性を認識するよう求める、道義を採択している。ただし、この道義の採択があっても欧州中央銀行は、 欧州議会に対して、直ちに回答する義務を負ってはいない。ユーロ圏では、記念紙幣として額面が例のユーロ紙幣が発行されている。2018年4月には、カール・マルクスの生誕200年を記念し、出身地であるトリーの観光局が、マルクスの肖像が描かれた例ユーロ紙幣を3ユーロで発売したところ、購入希望者が殺到したため増刷する事態となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。